2020年よりは、すごくいい年にはなったと思います。あの SG も2本取れたので、いい時の自分には、少しずつ近づいてる気はします。なんか自分でもよくわからないけど、選手権を取るといつも泣いてるので、まあそんだけ、日本一になるっていうのは難しいことなのかなって改めて思いました。もう自然とですね、はい、優勝する前は、優勝したら泣くぞとは思ってないんで一層一層初日から、優勝戦よりも激しい、SG の決勝を毎回走るような気持ちで、すごい怖いです。皆さん、勝ちたいって気持ちは一緒だと思うので、絶対勉強してきてると思うんですよ、自分の走りとか、まあ、他の選手の走りとかも。だからそれに負けないように自分も、まだまだ勉強して、上を目指して、勝ちたいなと思ってます。怖がらず入っていくというか、回れないようなところを入っていくところというか、あとスタートも全然自分よりも早いんで、まあ、そこがまあ負けてる点ですね。絶対決勝にいるんですよ。だからそこがもう、自分は漏れたりもするし、ちょっと失敗とかも、準決勝で失敗とかもあるんですけど、そういうのはあんまり見たことないので、まあ、その辺はすごいと思います。やっぱ誰が見ても、こんなところ入っていくんだとか、でも張らないで、まあ、反則もしないで、で落車もなくで、まあ、そんなレースか、スタート行っても、大きく自分のコースを走って、自己ベストを更新できるようなタイムとか出したり、まあ、それが理想ですね。2021年を、まあ、笑顔で、終われるように、全力で頑張ります。